ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界5月19日の出来事について触れてまいります。1970年サンダース杉山はビル・ロビンソンにリングアウトで勝利し、日本人で初の IWA 王者となりました。1972年日本の至宝インタータックを取り返すべく、馬場坂口の東京タワーズが渡米、アマリロロサンゼルスでザ・ファンクスに連続挑戦、見事ファンクスに勝利しインタータックを取り返しました。1980年猪木対チャボゲレロという MSG シリーズならではの一騎打ちが実現しました。試合は6分30秒変形あばら折りで猪木が勝利しています。1990年藤波はフレアの持つ NWA にフロリダで再度挑戦します。しかしフレアに敗れベルト奪取とはなりませんでした。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。